はい、皆様おはようございます。本日はですね、焼き鳥職人養成講座、ネギマの打ち方で、お送りしていきたいと思います。まずですね、小肉ですね。小肉はもう小肉編で、ご覧になっていただければわかると思いますが、このように、繊維に沿って、切ってある程度形が揃えてあります。そしてネギですね。はい、ネギの方ですね、だいたい何センチでしょうか、1.5 センチぐらいですか。はい、1.5 センチぐらいに、切っていきます。でこれをですね、小肉と同じように縫うような感じで、縫うような感じで刺します。そしてネギですね、ネギ中心をちゃんと刺さないと、ネギが割れることがございますのでご注意ください。で、小肉を1つ、ネギを1つ、そしてまた縫うように、小肉を1つ、そしてネギを1つと、こう交互ですね、はい、交互に打っていきます。そして最後にまた小肉を1つと、はい、こんな感じでございます。それでは本日も、無駄なしまかない道場最後までご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、焼き鳥職人養成講座、4段ぐらいでしょうか、ネギマの打ち方を、お送りいたしました。それでは失礼いたします。